このパッケージがすごいのは若きの相田みつをさんのデザインだそうでございます。古印というのが古い印と書いてある通り落款などに使える印でございますね。これはただね、お手ガブリいきます。本当にガブリ驚きました。がっつりくると思ったらライト、モナカなんてグッと凝縮されたような濃いイメージがするではございませんか。違うんですよ、こんなサプライズくると思わなかった。うまいやんか、出すね。だって国籍名の方に言っちゃった。ご機嫌よろしゅうございます。楽をできる和菓子 YouTuber 三遊亭龍楽です。さあ本日もこちらお取り寄せ和菓子のお国自慢シリーズでございます。そしてそして今回は栃木編でございます。さて本日のお品と申しますと、栃木県足利市幸運堂本店さんのコインモナカというものでございます。どういうものでございましょうか。まずね、こういう感じ、ドーンとした失礼、素晴らしいじゃないですか。このコインというのも楽観帳でシールで貼ってあるという、こちらがしおりでございますね。ここにまたね、素晴らしい内容がこの書いてあるんでございますが、それはまたね、この後ほどといたしまして、早速ね、開ける。よいしょ、すっと開くんだね、これがまたね、いいお店のものというのは、ね、このところにね、いろいろこの来歴があるんでございます。そしてそして、この中、このパッケージがすごいの。これね、若きの相田みつをさんのデザインだそうでございます。そして、お店のホームページにもございますが、ご主人のね言葉とかそういうものも、あの相田みつをさんの文字で書いてあるんでございますよ。素晴らしいではございませんかね。ああ、そしてこちら開けましょう。だからなかなかね、相田みつをと聞くとこうなんか丁寧に開けないとね、ちょっとね、そうは言ってもそんなに、ね、時間の関係もあるんで。あるのでそう丁寧にもやってられないんですけども、破れるか、破れちゃう、これちょっと破るか、ちょっと破ります。もうしょうがない、これいっちゃ、相田みつをさんすいません、相田みつをさんごめんなさい、ごめんなさい、切っちゃいます。破る、ここにいます。おお、またまた出ました、コインモナカ。じゃあ ありました。こちらね、素晴らしいではございませんか、ね、はあ、このコインモナカが、なるほど、こんな感じですよ。これロングモナカも入って俺ではございませんか。何これ、ちょっとこの初めてだな。ちょっと こうじゃないとね、大きすぎて取り出せない。とりあえずここに行くか。これちょっと行って、こういうもなかさん、これちょっと行けるかな。行けるね、行けて、ここにこうやって、あ、ここに御門までございます。いやー、これちょっと驚いたな。コインというのが古い印と書いてある通り、この落款などに使えるこの印でございますね。それをですね、使ってまたまた、なんか凄まじいや、これ。これどっからこれ探してたんだろう。元がちゃんとあるんでしょ、これがね。じゃあちょっと、まあ その文字に感動、することもあれ大事ですけど、まあ、食べるね、番組でございますから、いただきます。ガブリいきます。ガブリいくか、いっちゃいますね、本当にガブリ。驚きました。はあ。
やか。これだけのもので、まあ、そこでも重みがあるからがっつり食おうと思ったら軽いわ。ライト、いやーちょっと震えきたわ。うん、このみずみずしさとこのあんがなんだこなれてる、それがね滑らかでさらっとしてるの。もなかなんてグッと凝縮されたようなこう濃いイメージがするではございませんか。違う、これメーカーですね。これだけの大きさのものが触りなくね、すごいわ。私ね、これちょっと残すと思ったの。で、ほら、喋りながらだから、だから喋りなくてまたあのね、そう喋りの方に時間を取って、当然これ多少残してまたゆっくり喋ろうかなと思ったけど、これ食べられる？いや。こんなサプライズ食うと思わなかった、うん、見た目とかでね驚いてましたよ。これこのコインの、いやちょっと こういう形で送りたくないからこうしよう、申し訳ないということで、これ、うん、え、これ違う、違う、うん、あれ違うもの、うん、そんなことはね、それは違うね、これは違うでしょ、絶対これは違うけど、これやっぱり揃えてるね。でもいい、揃えてたとか、このでも改めてこの形の厳選されたこの素晴らしさね、違うわ、ほら、細やか出すね、だって国籍不明の方言言っちゃって細やかですけど、もう、うん、驚きすぎちゃって、いや何者このお店、幸運堂本店さん、いやね調べてはいましたけれども、こちらはですよ、の幸運堂さんがいろいろなね、そのやっぱりこの地元に対するその意識の高さですね、うん、そういうもので、この足利ですから何しろ、ね、将軍家を生み出した足利ですよ、ね、でこのそこにはやっぱり歴史が深いですから、いろんなその史跡がある、そこには当然コインという落款、そういうものが残ってるわけですよ。そこで例えば足利学校、これも日本最古の学校と言われております。そういう歴史のあるものから、万那寺、これはねもう大日の如来を様をねご本尊にしているこの足利家の宇治寺ですよ。そういったさまざまな歴史的財産に関わるコインを、これを使って、ね、そのアレンジしてこういうモナカを作って、でそれがねこの素晴らしい気持ちですよね、試みで、それをここにモナカの皮に表した、これだけでも素晴らしいことなんですけど、先ほど私が申し上げている通り味ですよね、味とこの作り、
これにね、私ね感動したわ。いやー、相田みつをさんでも驚きましたけど、その食べてみてその奥深さ、いやー素晴らしい。これね、これ待って、あ、これよく考えて作られてると思う。この中の皮の出来からね、見た人がいろいろこれをまたその地元を思い出したり、また外の人がご覧になればこの足利という土地の素晴らしさにを認識することができますよね。それとその中の皮の軽やかさで、このおそらくこのあんとのバランスとかで、このあんの作り、このあんにどのくらいねこだわってきたか、でこれをずっと今まで研鑽し続けてきて現在があるんでございましょう。すいません、こんな形でお茶飲んでしまいまして、いやー、だからな、だから ただの企画商品じゃないんですよ。企画も素晴らしいですけれども、そこに込められた味というもの、それがあってこそこの試みが生きるわけですね。驚いたね本当に。これね、あ、そうか、今日のしたためもあんだ。したため、ちょっと今日のお前とりあえず本店もうしたためさせていただきます。それでは私の思いでございます。地元愛が育んだもなかは至高の味わい、もうこれより言いようがございませんね。本当に素晴らしい銘菓でございました。概要欄にリンク貼ってございます。ぜひご利用くださいませ。また私のチャンネル登録のもよろしくお願いを申し上げます。というわけで本日ご紹介させていただきましたのは、栃木県足利市幸運堂本店さんのコインもなかでございました。誠にご大工様でございました。